挫折を繰り返しながらも挑戦を続け、感謝と責任感を胸に、地のフロンティアを切り開いた山中伸也教授、こうした姿は、私たち日本人の底力を示す、ほんんの一端にすぎませんこれからが本当の勝負でありまして、どうやってこの技術を医療に応用するかというところが、これから本当の正念場であります。ノーベル賞賞の受賞が決まり 去る3日には文化勲章を受賞した iPS 細胞の生みの親京都大学の山中伸也教授11月2日に開かれた総合科学技術会議ではその研究をさらに進めるために我が国が取り組むべき課題や方策について教授と意見交換を行いました今日ご説明いただいた課題というのは科学技術イノベーションを推進する上での ある種普遍的な課題だと受け止めなければいけないと思いますし普遍的な課題今回山中教授が挙げたその一つは研究開発や実用化への制約ともなっている規制上の課題についてアイペー細胞の原料と言いますか作る材料といたしましては再体血が非常に有用です細胞採取する前に同意 つまり今の制度ではすでに保存されている再滞結を原料とする iPS 細胞を細胞移植といった再生医療で使用できないということ今の基準が新しい研究やその実現の壁になる今回山中教授からの意見も踏まえ総理から指示が出されました 第一に iPS 細胞を用いた再生医療を実現するために、薬事法を改正するなど、関連法制の整備を行うとともに、安全規制面での基準整備、倫理面の検討を加速すること我が国が乗り越えるべき課題、2つ目は、資金面での課題について。残念ながら、日本では、研究者、教員と事務職員以外の方は、ほとんどの方は、 非正規雇用と言いますか国から頂い,いております競争的資金で数年単位の雇用しかできないとそういう状況が続いております研究開発には研究者と事務職員のほかにそれを支える技術員や規制の専門家などさまざまな人材を安定して確保することが不可欠また10年20年と継続して研究を続けるためにも 長期的な資金の支援が欠かせませんそこで総理から二つ目の指示 2> 第二に日本の研究の中核となる大学などにおいて研究環境の大胆な改革を進め必要な研究支援人材群の確保を進めることさらに総理が出した三つ目の指示独創的なアイデアや技術を持つ若手研究者の育成・発掘するため 新たな採択方式の採用など、研究費の改革を行うこと課題を克服することが、第2の山中教授、第3の山中教授を我が国から次々と生み出していく、その環境整備になるのではないかと受け止めさせていただきました。iPS 細胞はさらににもちろん後押しをしをていきますがそれに続く 新たなるイノベーションを幅広い分野で生み出していくように、皆さんとともに知恵を出していきたいと思っております。